こちらです。じゃん。こちらはマラケシュです。じゃバルセロナの方を開けてみます。じゃじゃん。バルセロナは緑、こちらが青で、レジンの種類も違っていて、こちらは割と透明な軸なんですね。半透明みたいな感じです。のちょっと深いブルーと水色といくつかの色があるんですけども、ちょっとパールっぽいものが使われていたりとか、透明感があって非常に綺麗です。こちらバルセロナなんですけども、バルセロナってガウディのサクラダファミリアが有名ですけども、ガウディの作ったものにモザイク芸術を生かした公園がまた有名なんですけども、そちらのオマージュなんじゃないかなと思ってるんですけど、陶器っぽい感じの緑に黒が、黒いこうクラックみたいなのが入ってて面白い柄ですね。で、天冠にはモンテグラッパの創業年の1912というふうにあります。こちらもそうですね。で、持ってみた感じなんですけども、日本のものと比べると、割と太めな感じですね。で、ここのキャップ部分がこう曲線になっていてぷっくりしているので、こうやって持ってるとこっちの方が重いような感じです。開けてみます。ペン先も大きいです。で、モンテグラッパのこの柄がここにも同じ柄が入っています。で、こちらはコンバーター式なので、ここを持って開けていただくとコンバーターが出てきます。で、後からやりますけども、これで吸引できますね。で、こちらですね、ここが開くんですけど、中にカートリッジが2つ入ってます。よいしょ。あと保証書が入っています。中にはモンテグラッパの創業当時の珍しい写真が入ってます。こんな感じで、はい。では実際に書いていきます。こちらどちらもF です。細字になってます。はい、では実際に吸引していきたいと思います。エルドーモでは検品する際に全て純正インク、モンテグラッパの万年筆でしたらモンテグラッパの、アウロラだったらアウロラの純正インクを使って検品しています。で、こちらがモンテグラッパのブルーブラックです。で、先ほどのペンを
分解した形がこんな風になってます。ちなみにコンバーターなんですけども、モンテグラッパは差し込み式ではなくてねじ込み式なので、引っ張っても取れませんので、左にねじっていただくと取れます。ですので、かなりしっかりと差し込んである状態ですので、安心してお使いいただけるんじゃないかなと思います。では、いっていきます。では、バルセロナからいきます。下までピストンを下げて入れます。で、右回し。ちょっとだけ入れました。で、ここがちょっとついてるので、さっと拭いて。戻します。マラケシュの方も入れます。はい、できました。はい、では書いていきます。
そうですね。今回こちらが、こちらどちらも F 遅字を選んだんですが、イタリアのものって結構個体差があるっていうふうに言われるんですが、モンテグラッパの場合はブルーブラックのインクですと、割とサラサラめのブルーブラックですので、それに合うような形というか、割とサラサラとした書き味で、ちょっとカリカリっとするかなっていう感じですね。で、個体差なんですけども、やはり若干書き味は違いますね。こっちの方がちょっと引っかかりがある感じ、カリカリする感じで、こちらの方が滑らかな感じでした。あんまり検品してひどい場合は差し替えるんですけども、カリカリするのが好きっていう方も見えるので、ここに置いてある在庫分は試し書きして買っていただくことが多いので、このままこういう書き味のもあるよということで持っておこうかなと思ってます。はい、では今日はモンテグラッパのフォーチュナモザイクシリーズのマラケシュとバルセロナのバルセロナをご紹介しました。あと一つローマという白い、この白い軸が白いバージョンもあるので、またいつかご紹介したいなと思います。ではもしこの動画が役に立ったら、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。バイバーイ。